こちらはですね、黒髪なんです。結構咲いてきました。まあ、こういうのを見ますと本当に黒髪蘭の交配っていうのは進んでないんだなーって感じますね。この花ですね、こっちか、これよーく見ると折り込み連絶になってますね。この花粉を使って連絶を作っていきたいなーと思うんですけど、なんかここにあるのはあんまり点がパッとしませんね。まあこれがちょっと濃色って感じなんかな。まあ交配するともっと線がいろいろいっぱい出るかもしれないですけどね。全体的に側裂片がなで型ですね。貧弱な感じですね。これがまあ少し型が張ってるといえば張ってるんですかね。まだ咲かないのもいくつかあるんですけど、これは純白のやつですね。この花粉をですね、他のこういう黒髪蘭に入れて、まあ、F1 作って、まあ、やがては純白の黒髪蘭をいろんなタイプをね、作ろうかなーなんて思ってんで、もう少ししたら、交配していこうと思ってます。まだうちの仁王のやつは今うちの方で温めていて、早く間に合うようにってんで、今やっとつぼみが上がってきて、まだ花配りまで始まりませんね。まあそれなんで温めてるんですけど、なんとか間に合うようにしたいと思ってますね。まああと数年でいろんなタイプができるんかなとは思うんですけどね。連絶の純白だとか、連絶の白視点だとか、まあ、いろんな仁王系の純白とかね、できるんではないんかな、まあ、できるんではないかというか、できますね、普通で。